加納佐信ノブ1846年6月12日は、江戸時代の絵師。スリークレーンズフライングイン、エイミスティーランドスケープ、ウォルターズ美術館像井川イン坂江新の長男として、江戸で生まれる。母は、稲葉単語主下来、松尾多久次勝根の娘。通称ーブロー、小三郎。号は玉川、晴れ川イン、海神祭。もともと、彼の名、おさのぶの読みは、竹の 部であったが、1813年、将軍、徳川家吉に、長男竹千代が生まれると、竹の音が同じでは失礼であるとして、長野部に読み改めた。さらに、竹千代が翌年亡くなり、玉木院と呼ばれたため、それまでの後を、玉川を避けて、晴れ川とした。15歳で初めて、江戸城に出資した。その前日から、没する前日までの36年間にわたる、 公葉日記56冊には、御用絵師の業務やそれ以外の日常を知ることができる。1819年に方言の称号を終え、1828年には父の死を受けて家督を相続し、小引町仮の派9代目となる。1834年、法院に除せられた。1838から39年には、江戸城祭の丸五天。 1844から45年には、本丸御殿の障壁が再建の指揮をとった。障壁があ現存しないが、上日の紅葉日記に、単細数が残る。子に、かの正信弟に、小賀びこを表した、朝岡おきさだ。浜町狩野,野家のかのただ中信、中橋かの家のかの久さし特立信らがいる。なお、弟子に、明治期の日本画家である。 カノ・ホウガイと、橋本画ト・ガホウがいる。橋本画ト・ガホウは、その父、橋本を守る国が、カノ・オサノブの皇帝であったのに加え、ガホウ自身、小引町カリノ家の邸内で生を受けている。幼少期は、父からカリノを学んで育ち、わずかに最後の一ヶ月飲みながら裁晩年のオサノブに、指示してもいる。ホ外と画ホは、同日の入門であり、実質の師匠は、オサの子。 政信であったと考えられている。他の弟子に、阿波藩御用絵師の中山洋服、松代藩絵氏の三村春山、広崎藩の御用絵師の荒井春盆、ただし晴れたい、鹿野守町、岩崎新光、林伊京など。2003年、東京都大田区の池上本門寺にある、長信のの墓が移転される際、遺骨が掘り出され、頭蓋骨から、生前の頭部復元模型が制作された。 この模型は池上本門寺に保管されている。加納お信加の加納正信模写、71番職人歌合わせ24番、創業の一服一戦が抹茶を進めている。東京国立博物館、本三館のうち、中館。お信の裁判年の効果三連作、息子正信と教書名。お信のは職務とは別に、古賀の模写に力を入れた。 東京国立博物館所蔵文だけで絵巻約130巻以上は漢庫が550点以上ある。言葉書きの書風はもちろん絵の具の白落や中村まで忠実に写し取る現状復元を行っている。彩色が省略されたものは模本からの模写と推測される。長さは模写のため徳川将軍家はもちろん週50種などの編纂でも本を多く所蔵していた。 松平定信の白川文庫、仮の宗家中橋家や住吉からをはじめとする書家から原本や模本を借りて移した。公務で江戸を離れられないため、京都、奈良に弟子を派遣して移させたり、ついにはどこの寺からでも宝物を取り寄せられるよう自社奉行から許可を得た。死の十二日前まで細川家の猛虎襲来へ言葉を移した。 最も早い時期の模写は、数え年11歳の、方言平時物語物語図表部右席である。父坂江心の指導が考えられる。ありがとうございます。